モロッコの殉教、フランシスコ・エンリケスが、エボラのサンフランシスコ教会の祭壇が、現在国立古美術館所蔵フランシスコ・エンリケスは、フランドル出身で16世紀初頭に、ポルトガルで活躍した画家。フランシスコ・エンリケスは、1500年前後に、ヘラルト・ダビトの門弟であったブルルッヘからポルトガルへ、やってきた。彼のポルトガルでの最初の仕事は、 ビゼウ大聖堂の祭壇画を描くものであり、画房にはバスコ・フェルナンデスもいた。彼の次の重要な仕事は、エボラのサンフランシスコ教会の主礼拝堂のために巨大なポリプティクを描くことだった。同じ教会で祭壇画を1509年から1511年に描いている。これらの絵は、リスボンの国立古美術館やエボラ美術館、アルピアルサの ドスパッドス美術館の所蔵となっている。1518年までクリストバンデ・フィゲーレドと共に働いていたが大流行した国死病にかかり休止した。ありがとうございます。